こんばんは、麒麟の川島明です。今週も日曜の夜にゆるりとお話をさせていただくんですが、うん、いつもパートナーとして、天心向井さんが頑張ってくれてるんですが、はい、今日はちょっとお芝居の方に、行かれてるということで、助っ人として天心向井さんから考えるとちょっとタレントランクがぐっと落ちてしまうんですが、落ちるかな。千鳥の二人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。落ちるかな。しないでしょ。天心向井で一応同期なんですけど、同期としてまあ非常に差をつけられた。何倍とかじゃなくて届かないでしょ。だから向井が自分で言うことじゃない、じゃないけど、そのタレントランクその千鳥が向井の何倍とかじゃなくて届かない、もう何をかけても、うん、届かない。いや、その木村かけても届かない。いや、そのまあ同期でね、まあ、スパッとして、うん、今日の大吾なんかひどいっすよね、顔。いや、お前もうそんなことない。俺もひどいけど。何その髪、お前。いや、そのラジオ、まあ、ラジオ今収録なんで、はいはいはい、今午前11時で、私今ラビット終わってすぐという、うん、そういうことです。だからもう私はもう本当に顔してますね。バキバキに仕上がってますよ。バキバキですよね。生放送2時間終わった後ですよ。はい、僕もやっぱ朝でこの後メイクあるんですけど、はい、やっぱ礼儀でヒゲは剃ってきたよ。ヒゲはする。ヒゲだってどう映らへんやん。なのもう CW ニコルのヒゲ生えてるよ。ちょっとほんま。CW で行こう。そんな感じなん？違う違う、ラジオは CW で行こうとしてる。マジで。これは川島さん、ほんまごめんなさい。ごめんなさいって言うか、もうそれこだわりだから。一日やそこらのヒゲじゃないやんな。そうそう。しばらく森を愛してないと、ね、このヒゲは生えない。昨日だけだったんですけど、なんか CW にこうなってますけど。まあまあまあ、もう。いや、ラジオなんで。お願いしますよ。いや、それか千鳥が来てくれるっていうのはもう本当にありがたい話でございまして。いや、嬉しいですよ。本当に、前の前の放送か、はい、ゲストがムーディー勝山とネゴシックスだったんで、友達ばっかり呼んでるんですね。友達呼んで、そこで随分と貯金ができたということで。放送してる？ちゃんと。放送しました。反響こそないものの、放送はしましたよ、ちゃんと。そうですよね。いや、そこへ行くと、やっぱこのラジオ、今回は観覧数が違うもん。スタッフさんも、いや、もう、ほんまに2人しかいなかったんです、はい、このガラスの向こう。向かい。ディレクターもほぼいない。今日でも6人いらっしゃるから。6人。で、そのね、扉の向こう側にもまだまだ入りきらないぐらいのスタッフさんが、やっぱ千鳥が来てくれるということで。よかったですよ、本当に。いや、向井の声聞いてないしな、最近。聞いてないね、うん、向井の声も、木村の声も聞けてないんで、うん、ちょっとあれですけど、川島さんがすごいよね、ほんと。うん、何がいいの？働きまくりますね。何をしようとしよう。そう、マジで。ほんまに。いや、そ、マジで。それは千鳥や。すごいよな。いや、俺らより全然すごいですよ、うん、稼働数で言ったら、帯やって、で帯あるよ、今までのバラエティ全部やって、うんうん、で音楽番組やって、うん、で競馬番組やって、関西で、でこのラジオもやってるでしょ、はい、でなんか土日の昼とか夕方の特番も全部やってる、うん、全部出てる。もうあなたがメディアなんですよ今。はい。メディアって引いたら、川島明って出るぐらい。メディアって、スペースも川島が買ってるじゃないですか。はい、家に電波塔かなんか建ててる。家からお届けして。家からやっといいぐらい。いや、違いますよ。たまたま今まで、まあお仕事いただいてて、そこに帯が入っただけで。なるほど、なるほど。ですよ。だから夜なんか別に、もう夜7時以降俺働いてないですから。ああ、逆に帯のために夜は。グッっていう仕事以外はもう。なるほど、なるほど。申し訳ございません。あれ、朝何時なんですか？入んのは、7時ですよ。え、何時に寝てるんですか？ 10 時。何をしよん。何をしゃあないやん、もう眠たいねんから、その時間に。何やら何をしょん。何をしょん。何をしょんは、それは大悟に言いたい。そうです、ね、いや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 。いや、もう、前はあってん。昔、ちょっとギャンブルめっちゃやってて。はい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 、で、まあ、ちょっと、身分以上のお金を使ってしまった、はいはいはい。で、そういうことがあったから、うん、もう、お金も全部ノブとか、家族が管理して、うんうんうん。はいはいはい。で、その後に大ブレイクしてるやん。ああ。まあ、言うたらそれが3年前でしょ？まあ、そんぐらいですね。で、そこから千鳥が冠持ち出したり、はいはいはい、千鳥始まったことからもう、クセスゴとかわーやって。はいはい。コマーシャルもとんでもないやつ出て。まあまあまあ、ちょこちょこ。まだルミネの楽屋に落ちてる100円拾うの。お前こそ何してんの本当に。もうお金余裕あるはずなんですけどね。ないない。そうなんで？ない、ない。どこ行ってんのお金。マジで。ほんまにめっちゃでかい穴が開いてるとしか思えん、ポケットに。けん玉でもらって。うん。そうなんですよね。そんなにすごい借金してたんかなっていうぐらい。いやいや、それはもう。してた。してたし。首がカチンって言うと。カチンって音がしたんだから。回らんようになる音。首が回らない音が聞こえ。あれ、例えじゃないの？借金で首が回らない。そうそうそう、そうです、そうです。
で、今お仕事をいただき出しましたけど、このお仕事をいただく波が来なかったら、もう彼は飛んでます。はい。彼は。もう。ちゃんと飛んでます、ね。ちゃんと、日本の南とかじゃなくて、海外に。飛んでます。ぐらいのダメージを受けて。いや、これぞ芸人という動きは。まあ自分が、まあ、巻いた種というか。してますし。まだあかんねや。いや、だからようやくですね。でも、それでも、うん、たまります。お金？お金。全くですね。いや、ほんと、まあまあ、そうね。全くないよね、これ。うん。でもまあ、言うたら、去年から飲みにも行けてないやろ？うん。うん。で、別に服も、興味ないよ。なんかジョーカーみたいな服着てるけど、今日。ええ、やっちゃう。高いだけの？うん。そうですよね。何に使ってんの、お金、今。いろいろ使うことあるよ。ちゃんとその、愛人さんとかにお金を。のマンション。なの、なんだの。中田ボタンやん、もう。芸が。いや、お前、楽屋で喋ってるんじゃないよ、ね。これちゃんと TBS 天下の TBS ラジオ、ね。放送はしないんでしょ？してるわ。今もう日曜日の夜に流れてます。もうちゃんとネットニュースで、大悟は愛人にマンションを持たしているって 出るの？このラジオ結構次の日すぐ出るから。いや、でも今や、もうネットニュースなんて、ほんまと嘘のだらけでしょ？まあ、デマも多い。だから紛らしはわからんよ。いろいろ言うんですね。いろいろ言うときはどれがほんまかわからん時代です。言ってるからな、そんなマンション借りてるわけないけど、それはだからかかるもん。まあ、何にかかるそれ。かからない、ね。家族のためとか言っても別に家を買うたわけじゃあ。ね、家族は給料も知らんわしの。え？すごいシステムでしょ、これ。どういうこと？だから、給料明細吉本からもらうやつは大悟しか見てないんですよ。ほいで？だから奥さんは大悟が今いくらもらってるか分かんなくて、大悟がその家のお金管理してるんですよ。え？で、奥さんと子供に大悟がこう、今月はこれで、今月これで暮らそうなって言って渡してるだけです。すごいシステムでしょ。破綻してるやん。こいつがハンドル握ってんの？そう。家族の。すごいじゃだから、ずっと路肩走ってるもん。いや乗り上げるなよ。乗り上げたまま。走りおる、でも、でも走りおる、今のところ。ガソリンはね、あるから。そうなんです。で、それ、俺もそれが、まあ理想やん。うんうん、その自分で。絶対でも、ノブも、川島さんもそれした方がいいと思う。それしたかったよ。だから、ちゃんと、嫁が管理してるんでしょ、給料全部。俺、ほんまに嘘じゃなく、お小遣い制やからね。うん。いや、でもほんまにそうした方がいいと思う。わしもやっぱ毎晩のようにゾッとして起きたりするときある。このポジションで震え上がる時あるよ。そうや。じゃでもそうしたいけど嫁が絶対にそれは許さんやん。させへんし。いくらもらってんの、もう管理ちゃんとしないとダメやしとか、うん、子供の学資なんとか保険とかもあるし、うんうん、なんだなんだであるから保険とかもあるから全部管理するわ税理士さんとやるわっつって絶対になってくるやん。うん、大無視してブー歌舞伎大虫べで無理よ。そんな。いや、一回やってみて。大虫べ。黄色の大虫べしたら、やっぱ、おののいて。いや、マジですごいわ。マイル刑事のボケやん。じゃあ、私結婚する前にもそういうあれやったから。そもそも。そもそも、もう、なんぼ稼いでも、うん、まあ、月にまあ、1000万稼いだとしたら、はいはい。もう、100万渡して、え？900万持ってくる。900万全部使っても文句言うなっていう。最初に契約なんだね。最初の契約です。この先俺が売れてもっていう。はい、それで入って飲んでくれたんや。だからそれが続いてるだけやから嘘も何もついてないし。すごいよな。そのまあ奥さんが偉いっすよね。ゴリゴリのファンやろもともと。ゴリゴリ。もともとベースツアーとかに来てたゴリゴリのファンを。なんかひょいと持ち上げて持って帰ったんだ。いや、まあまあ、それやってたとしてもええしな。それでもいいけど。そうじゃないけど。それはだから奥さんが偉いっすね。いや、だからもう本当にこう、ちゃんとしようとは思ってます。本当にもうそろそろ、やっぱみんなを見て。同じベース吉本から出てきて、な芸歴ほぼ一緒で、まあ、川島さんちょっと先輩ですけど、同じボケでもこうも違うかっていうぐらい。川島さんはちゃんとしてますよね。いやでも足はなりたかないね、川島さんには。ああ、そう。こんなしんどい人おらんと思う。月から金まで。いや違う違う。芸風で。一滑りでも死でしょ。一滑り。俺と、バカリズムさん、一滑りでも死でしょ。一気しかない。確かにほんまや。一回、ぐっと。わし結構何気もあるから。いや、わしは強いね。まあまあまあ。千鳥はまあその分。そうかそうか。そら大変よ、川島さんの感じでボケやるっていうのは。
ちゃんと全部な、うん、なんでこんなことなったんやろなと思うね、本当に。仕切り、ツッコミ、ボケ全部やらんとダメでしょ。うん、台本、たまに特番とか見たら、なんかほんま、俺3人おらな、成立せえへん。川島が振って、俺がボケて、俺がなんでなんですかって、全部川島って書いたんだけど。だから、これどういう。いや、それもうちょっと絞らないとしんどいと思いますよ。もうちょっと頑張ったらなんか絞るけど、うん、いや急にこうお仕事いただいてるから、うん、いやそれ考えたらすごいことよ、ほんとベース吉本って。いやそうですよね、なんだかんだ頑張ってますよね。千鳥、ノンスタイル、はい、南海キャンディーズ、はいはい、キリンももちろん入れてもらうけど、うん、うん、笑い飯、笑い飯さんももちろんやし、うん、でダイアンやろ。ああダイアンもいるわ。ダイアンよ、ほんまや。ダイアンどうしていきますかね今後。うん、うーん、何組に抜かれるんだあれ。俺もやけどもっと千鳥が応援してあげてるやん。いや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 、まあまあ一緒にね、津田もゆうすけもそれこそ今田さんとかもサバンナさんとかもみんなでこうなんとかしようなんとかしようやけど、うんうん、走らんねダイアン。自走してくれないね、なんか背中押したらちょっと動くんやけど、ね、でも今がチャンスだと思うんですけどね。この我々もそうやったもんね。そう、帰ろか千鳥みたいなのがあったから、そうそう、だから走らんなダイアンを走らんなダイアンかでやってやれば、今チャンスなんです、朝ドラタイトル。ダイアン走らんか。多分これもう今絶対結局サマーズさんがすごいこう面白い、ああそうダイアン囲ってくれる、ダイアン毎回番組読んだりとか、うんうん、いろいろこうなったりしてるから大丈夫だと思うんですけど、次はの走らんか田村なんですよ。走らんかキリン田村。キャタピラに改造したんですよ、もう。だから、ノーコーグなんですよ。まず。走らんかの前には。いや、走らんか。走るし。起きんか、田村やから。寝とるから。寝そべっとるから。体育館のど真ん中に布団引いて、爆睡してるんで。バスケやって、その後すぐ寝てるでしょ、体育館で。うん、そう。体育館で起きて、体育館でドリブルして。いや、一回そうね。確かに、タムちゃんを起こさんとね。コンビ格差って言葉あるじゃないですか。まあ、あったな。いろいろなんか、じゃない方が。うんうん、コンビ格差ギネス級じゃないですかね。キリンさん。これ見たことないよ、意外と。まあまあ、ちょっと川島さんが行き過ぎたっていうのもあるけどな。いや、だからそれな、ほんまにその、なんていうの？川島ばっかりさ、うん、出てとか。はいはいはい、そう。いろいろ言われるけど、まあ俺は、そのスタート時点でさ、実は田村の方が2億円持ってて、ね。そうでしたよね、うん。ホームレス中学生で劇場で一緒やってたから、はい、田村ちゃんがもう、うんうんとにかくテレビを一周して。ほんで、俺がその付き添い、呼んでもらってるっていうのがあって、ほんで M1 も出られへんくなるわけでしょ。うん、ほいで、どうしたらいいですかねって、まあ、相談した相手も悪かったんですけど、それがメッセンジャーの黒田さんやったんですよ。はい、よう飲みに行ってもらってた。はいはいはい。で、黒田さん、こういう感じで、あんまりこう漫才としてうまくコンビとして機能してないです。って言ったら、川島はもう本当好きなことやれと。田村になんかああやれ、こうやれって言っても、あいつも頑固やから、川島がとにかく一生懸命売れろと。うんうんで、俺もそうやったと。相原をなんか一緒に売れたかったけど、俺がまず売れた。はい、で、俺が好きなことやったら、やっぱり人間、相手が売れたら、何クソと思って、成長を遂げて。なるほど。なるほどね。相原も絶対一人で売れる。何クソ精神で。何クソ精神で。あいつばっかテレビ出てって、毎日言われてたら腹立って、クソっつって売れると。はい、だからお前がもう売れ切れって言われた。うんうんうん。ちょっと売れるじゃあかんぞと。なるほど。完全に売れ切った、売れ切ったってパッと横見たら、田村も絶対舞台にいるからって。なるほど。それでめっちゃ頑張ったアメトークも出て、一人でももういろんな番組出て企画も書いてとか。一人の仕事も一人の仕事ももう全力でやって朝の帯までやらせてもらって。なるほど。で、パッと横見たら体育館でドリブルしてる。話が違うのよ。ダムダム。何クソがなかった。そうか。なかった。俺は俺でっていうの、深海魚みたいな進化を遂げたんです。その、うんうん、目がなくなって顎がニョンって伸びて。陸に上がってきてほしかったんですよ。その、え、だからそういう意味では、うん、もう今ですよね。川島さんが売れ切ったから。そうそう。あ、まあまあまあ。今からなんだ。今からで、まあ、わしらがケツ叩いた方がええんかな。あー、だから川島さんから俺が言うと、言うと、ほんま同級生みたいなもんなんで、嫌味に聞こえるというか。うんうんうん。そうでしょ。だから、やってよ、クセスゴとかでドリブル8分ぐらい。いや、ダメなんですよ。ずっとワイプで、メルルとかに笑ってもらわないと。笑わない、メルルも。ドリブルしてる男。NBA 選手かなと思うかも。今の田村さんの見た目だと。細 NBA だと。だからそういうことなんですね。あんな人いないもん。ラビットって5日間あるやん。で、うんうん、あんなにパネラーがいるわけ。そう。絶対右端、田村さん。ああ、パネラーとして。パネラーに田村さん入るが、これ全然ありやから。いや、ちょっと足りないかな。これは水曜日のダウンタウンでね。
田村さんが初めてラビットのスタジオ行って感動しました。それはドッキリで来てるんですよ。そう。あ、ドッキリか。ドッキリやね。そうやね。ドッキリのバラシ、ネタバラシで田村さんも一緒に入ってきて、うわぁ、ここがラビットなんや。いや、そうやね。だから遠隔操作、あのちゃんっていう女性タレントを、はい、まあ実は遠隔操作してラビットの大喜利中に、むちゃくちゃ尖った答えしてましたみたいな。はい、で、その操作してたんが、まあ、笑い飯、西田さんとか、クッキーさんとか、粗品とか、うん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 、まあ、春日くんとか、まあ、ジュニアさんもですけど、はい、そうそうたるメンバーの中に田村も入ってて、で、いろんな大喜利の答えやってくれるっていうことやったけど、田村の答えが一個も採用されてなかったよ。オンエア見たら。操作する側で。操作する側で。操作する側ダメよ。え、いや、ジュニアさんのフィルター通れなかったんですよ。で、もうほんと真っ赤な顔してスタジオ入ってきたよ。ごめんなみたいな。何も遠隔操作できてへんから。できてないし。ごめんっつって入ってきた。で、横のアナウンサーの田村さんいるでしょ。あ、TBS アナウンサーの田村、うん、あれはなんか、その、チラッと、瞬間瞬間で田村に書いてて。サブリミナルで。サブリミナルで。田村さんって言ってても問題はないわけやから。田村さんやからな。うん。ちょっと、まあ、田村問題は、もう、千鳥さんにも協力していただいて。もちろんです。やっぱり。じゃあ、大阪のなんかだ。うん、番組だ。それこそ相席食堂。相席食堂は全然。確かに、お前な、田村さん行ってないな、ロケ。ロケ行かしてあげてよ。すっごい面白い。面白いはずっすもん、うん。絶対田村さんは面白いですから。うんうん、ほんまにうちの相方が、その、肌が弱すぎて、はい、敏感肌やから、はいはい、なんかその、なんか神戸あたりの有馬温泉とかの、ちょっとなんか効能が強い、はい、鉄分多めの温泉とかやったら、なんか化学反応で、田村なんか真っ白なんだよ。その本当に死ぬ前の ET みたいな色になるから、ぜひそういうの相席食堂で、ちょっと待てって言ってあげないと。死ぬ前。それはほんまのちょっと待てやから。医者が言うちょっと待て。待て、入るな、入るな。ストップ。温泉入るな。そういうのやっぱ引き出してあげてほしい。はい、それはちょっと。ちょっとそれは言ってみます。ね。で、みんなで、みんなで幸せにね。うん、田村さん。ダイアンと田村をちょっと、はい。救済していきたいと思います。面白いんですから。はい。それでは参りましょう。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言。改めましてこんばんは、キリンの川島明でございます。はい、千鳥信です。大吾です。この番組は普段はジャケット仕事の多い私がトークにパジャマを着せて寝言のように気を張らずゆるりとおしゃべりしようという番組でございます。はい、まあ、ゆっくりずっとやらせていただいておりますけど、いいですよね。ありがたいですね。ラジオね。千鳥はラジオやってないのか。ラジオはやってないですね。やってないですね。あ、そう。大阪の時はやってましたけどね。そうやんな。そう。MBS さんとかでもいろいろ。MBS でやってましたね。それこそ僕らがやらせてもらった深夜ラジオで、はい、千鳥月一で来てもらったり。そうだそうだ。そんな関係ですよ。やってましたね。ゴーゴーモンキーズとか、グーグーモンキーズとか、いろいろやってる。でもラジオとかがあると、はい、あれだね、コンビの会話とかもできるけど。はい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 、はい。どうしてんの千鳥？こういう普段の会話とか。あんまないやん、トーク番組が。確かにそうっすね。トークライブやってたんですよ。あ、それやったな。なんか月一でトークライブずっと1時間ぐらいやってたんで、そこでこう、あったこととか近況をバーッとやってたからラジオしてなかったんですけど、コロナでトークライブできなくなって、確かにね、確か2年ぐらいしてないな。そうですね、1年半ぐらいして。でもロケ中になんとなく喋ってるかもしれないですね。そんなこと普通の会話をとか、あとまあ楽屋でちょろっと。仲ええよね。でもぐらいですね。仲悪い時期を見たことがないというか、仲いいんですかね。まあ、まあ、1個みたいな。え、ダサいな。1個1本。いやいや、それ1が分からんねん。ポンとかコじゃなくて1の方が分からんねん。あ、そう。あ、千鳥は2人で1個って。あ、まあ、そんなになんか、うん、まあ、まあ、そうか。そうっすね。さっきもチラッと見たけど2人で喫煙所とか行ってるやん。まあまあまあ、そうですね。すごい仲いいよ。いや、仲悪くっていうのがなんかな、どうなんやろ。仲悪くなるのって何でなるんですかね。まあまあ、コンビ仕事とか、あそこでお前なんであんなこと言うねんとかあるやろ。若手やったらね。若手の時はあったでしょ。なんであんなこと言うねん。
まあ、滑ってたらなんのかな。うわ、滑ってないんだもん。で滑っ何年滑ってない、うん、20いや滑ってたよいやいや20年、厳密には20年滑ってた。前半12年は滑ってた前半12年滑ってないからな、揉めることがない。いや直角行為、仕事が明らかになってるからですかね。僕がなんか突っ込んで大悟がボケてみたいなんが、あ、役割分担があるからなんすかね。ちょっと異常やな、ほんまにそのまま友達の関係でずっといられるっていうのは。でもあれはないっすよ、あのサマーズさんみたいな正月旅行を一緒にハワイ行くとか、お互いの家族、うん、それはありえないっすよ。二人で飯行こうかとかはないっすよ。あ、そうとか飛行機隣の席がいいわとかそれはもうあれも変態おじさんやからな。一時期はまあ一緒に乗ってたよな、うん、最初の方はやっぱり。ああ、まあまあ、そうやってチケット取られたりね。そう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 、きっかけは大悟の靴が臭すぎるとかそんなんやったような気がするんですけどね。大悟って臭すぎる時あったよな、はい、あのいや靴を、うん、あのマジで5年ぐらい一足でやったんですよマジで初めてなんですけどすごいよ、ニューバランスの持ちはすごいよ。ニューバランスの横に N が書いた黒、はいはいはい、で5年行った時があって、それの5年目はもう狼の皮でも履いてんのかなっていうぐらい、なめし狼を2匹巻いてんのかなっていうぐらい臭かったんですよ。かっこええやん。そう、それぐらいでもお前向こう行けやみたいになったり、エピソード言ったりして、いや心配、いや今は綺麗になったけど、ほんまにでも5年前ぐらいよな、ほんまに限界胃液みたいな匂いしてたずっとルミネの楽屋で倒れてたけど、してましたしてました。ちょっと客が重かったもんね、うん、やっぱり匂いで、匂いが客席まで行く。いや胃液やって思った。確かにね、怖い匂いしてたな、酒の。してた、危なかったよ多分、あの酔っ払ってるし、多分その分ズボンもびしゃびしゃになってたろうし、うん、そうですね、そんなんの塊の匂いが、うん、で人間ドックとかも行ってなかったから、だいぶ当時やばかった。今行ってんのじゃん。ノブに言われて連れて行かれたというか、無理やりね、全く人生で一回も行ったことなくて、どれは定期的に1年に1回社会人から行ってて、うん、で大悟やばいんちゃうか、酒も飲むしタバコも吸うしっつって、今度人間ドック行くけど行くみたいな楽屋で言ったら、いやわしはもうええわみたいな、いや行った方がええってみたいな。でもまあ強いんですよ、確かに体がね、まあ、まあ島の男ですから、はい、うん、で2人で朝行って、で2人で検査同時に始めて、で大腸検査しますみたいな、もうええめんどくせえわしは大丈夫じゃんみたいな、いや一応バリウム飲んでみたいな、わーっとやって、で先生に2人でベッド並んで同じ病室で見てもらって、うん、なんかその大腸検査バーってやってもらうのに麻酔するんですよ。はいはい。でうっすら寝ながらやってもらうんで、それが楽ですから、寝てる間終わってるやつやね。そう、それをこう2人でやってもらってて、俺意識朦朧としながらわーってやったら、あのぶさん綺麗な調子してますねみたいな、あーよかった、あ眠う寝ようって思ったら、向こうの方のベッドで先生の声で、大悟さんやばいのが2つありますって聞こえてえ、あもう相方やばいんだーで眠りに落ちたんですよ。めっちゃ怖かったですよ。わしもほんま眠りに落ちるギリギリ前に、大悟さん今日のぶさんに連れてきてもらったんですよねって言って、はいって言ったら、感謝しましょうなんで医者にも麻酔かかってるなんで医者で、医者もみんな寝て全員が寝てない、やばい病院やろやばいガス出てるやん全員寝てたら、ほんまで、そうそう、なんかちまさちっちゃい大腸ポリープみたいな、そうそう、まあ一応取っとこうかみたいな、悪性じゃないけどないけどみたいな、でチッて取ってみたいな、まあ、そっから行き出したって。川島さん人間ドック行ってくださいって俺もそれで勧めてもらったからね、ここいいですよっつってね、行きました、行きました、そこすっごいいいとこですっつって、2回ぐらい行かせてもらって、もうここはこうですこうですみたいな言うて、あ川島さんも体全然大丈夫ですよみたいな、100点みたいな楽印をされて、はいはい、であのテレビ東京さんの、主治医が見つかる診療所っていう番組でそこを呼ばれまして、で川島さん一応人間ドック全身やってもらえますみたいな、ほんで、あでもこの間受けたとこやから俺100点ですよみたいな、うんうん、あでもそれ100点は100点でいいんです、あのベテランの芸能人もいるから川島さんの体と比べてみたいなにもなりますし、あそうですかみたいなんで行かしてもらって、で検査結果見たらめちゃくちゃでかい大腸ポリープノブあれあれ2ヶ月前に見た、2ヶ月前に見たよ大見落とし
いやだからマジでドクロマーク出てたよテレビ。2個ぐらいは行った方がいいって言いますね。そうそうそう、セカンドオピニオンっていうね。だからセカンドオピニオン成功したってことですから、良かったんですよ川島さん。いや、ほんで行きましたよ。だからその元のノビが紹介してくれた。ああ、やっぱりこういうことやったんですけどつって、この白衣をほんま脱ぐ勢いで、うん、すぐ切りましょうって言われて、あのもう切ったんですと。切りました。あの番組で大丈夫だ、全然悪性じゃなかったですって言ったら、うん、まあでもほっといても大丈夫だったけどなみたいな、こんな巻き惜しみあるのかというぐらいの言い訳のやつがいただきましたよ。そこでもわし A B C DE ぐらいの判定やったから、はい、うん、やっぱ D やったよ D。 いや ABCDE の D はもうやばいよ。いやでも D ぐらいやったよ確か。な何がな、大腸がとかあるや、肝臓があるな、肺がと。いやでもその全部良くないって。いやパワープレーターリセットするやつよね、オール D。 いやでもしょうがない、これでわしめっちゃ健康やったらそれ申し訳ないもん。いやそうやと思うやん。てかさすが島の男、結局こんだけ飲んで食ってもタバコ吸っても A でしたやん、うん、D 常人やん。だから、まあ、これ以上は気をつけないとと言われます。なるほど、経過観察やめてないよな。でも酒はなしましょうみたいな、酒タバコでまた始まりましたからね、緊急事態宣言も終わって、まあでしょ、行きました。え、飯とか飲み、俺は行った、一回行った。弱なってない、もうめちゃくちゃ弱なってます。一回行った俺も漫画家さんと、もうあともうこの久々に宅を囲んでる環境っていうのが楽しくて、楽しいんすよ本当に。思っている3倍は飲むね、ね、しみるハイボールがめちゃくちゃ酔いましたね。おもろな、次の仕事マジでヘロヘロなりましたもん、うん、次の日の残った。肝臓は多分元気になってってるんよね。そう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 なんです、そうなんです。だからいいと思うんやけど、やっぱ次の日の分解になってないっていうか、だから次の日に便所でしょんべんしてる時に、うん、そのもう日本酒ジャブジャブジャブって汚ねえの、あれ汚ねえの話がすいませんですね。あの方江戸のラジオなんこれ。江戸のラジオ聞け TBS ラジオ一回。いや何かよ、どんだけ優しい空気に包まれて。この前後の番組もそうやけど、ブレインスリーププレゼンツ、スリーププレゼンツ、お前が言うな。名前を外すな。いや出した方がええんやろこういう時。ブレインスリープ言うな、スリーププレゼンツ、ね、情報がいい加減してください、いね、言うなよ。さあそれではここで1曲です。千鳥のお二人にもぜひ聴いてほしい1曲、松本梨香で目指せポケモンマスター。ポケモンゲットだ川島明の寝言。この番組はブレインスリープの提供でお送りします。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言。どうも麒麟の川島明です。はい、千鳥のぶです。はい、レイグです。今日は長い付き合いのさて飽きた。違う、忘れてたんですよ。半年先輩のラジオ、もう。違う、飽きてるやん。忘れました。すいません、千鳥のぶです。イェーイとか、おかしいよ。あの、長い付き合いじゃないですか。はい。でも、いろいろと飲みに行って楽しい話はするけど、はい、あんまりお互いに聞くことがないやん。聞くことない。聞いてみたいことって、なんか、さあ、トークしましょうよとか、酒飲みでやるわけないねんから。はいはいはい、はい。今日は、あえて、僕からのぶに、うん、で、僕から大悟に聞きたいこと。うん、で、のぶは、
僕に聞きたいこと、プラス、大悟に聞きたいこと。うん、ああ、なるほど、なるほど。今回二人きりで喋るのは照れくさいし、はい、まあ、川島おるから、三人で聞きたいことをやる。はい、で、大悟も、ノブ、川島に、なるほど、発表しちゃえたらな、ということなんですよ。そういうことですか。で、ちょっと川島から言っていいですか。ああ、どうぞどうぞ。うん、職毛した。ああ、やっぱ切り込んできたか、ここ。いや、ここじゃねえわ。切り込んできたね、やっぱ、仲いいから。メディアの仲いいからじゃないよ。あの、若手の時から、出会った時からそうですけど、あの、髪の毛が薄いと言うんじゃなくて、はいはいはい。なんかやっぱ、抜け毛が尋常じゃない。抜け毛すごかったし、ハゲ。21ぐらいから言ってたよな。どっちかって言ったらハゲの方でした、ね。お父様が、そうです。ツルツルです。ツルツルやったよ。はい、合わせていただいた時も。うん、で、まあ遺伝って言うんだったら、あ、ノブもそうなるのかもね。21の段階でちょっと来てますわ、って言ったんですね。はい、で、なんかノブの家に一回みんなで遊びに行かせてもらった時に、はい、ノブが戦国無双っていうゲーム勝ったよ。はいはいはい。で、なんか4、5人で空き時間ノブの家近いから行こうっつって行って、ほんで俺がトイレ借りるわっつったらユニットバスやって、はい、あ、ユニットバスなんや、ノブ、と思って、その風呂桶の方を見たら、はいはい、本当に一匹のゴリラが寝てたんですよ。いや、そんなには抜けてないですよ。ぐらいの抜け毛がね。うつ伏せで。そんな、うつ、もう全部黒じゃないですか。いや、そうやって、ほんまにあの頃。え？ゴリラ飼ってると思ったら。確かに、はい。全部抜け毛やったのよ。そうでしたね。そこが見えへんぐらい。めちゃくちゃ抜けてましたね。ほんで、うわーと思って、はいはいはい。ノブ何これって言ったら、いや、ちょっと最近抜け毛が。はいはいはい。って言ってる時から、まあ、15年ぐらい経ったでしょ、はい、経ちました。全然大丈夫じゃない今。そうです、そうです、そうです。だから、すっごい粘り腰なんですよ。まあ。本当に。本当のこと言っていただきたい。うん、バンド、バンドになった方が、バンド。違う。悪いことでも何でもないし。バンドエイジ。バンドエイジの職務じゃないんですよ。本当に、その20年前か。は、もう本当に抜け毛、急に抜けてきて、二十歳ぐらいから。そうよ。そう、やばいやばいって言って、いろいろばーっと調べてもらって、毛根の強さとか、抜け毛の量とか調べてもらって、後日、あの、電話しますって言われて、うん、で、3日後ぐらいに電話かかってきて、で、取れなかったんですよ。留守電に入ってまして。ほにゃららの、なんとかです。ノブさん、厳密に言うと、もうハゲですって言われまして、その。お前はもう死んでいると一緒、ね、もう言われ、言葉的に。で、あ、やばいと思って、で、南海キャンディーズの山ちゃんに、シャンプー紹介してもらったんですよ。はい、うんうん、それ付け出したら、ちょっとこうキープでき出したんですよ。あ、増えはせんけど。そうですそうです。現状維持や。はい。それの成果なのか、すごい粘ってますね。ギリギリ。抜けるのが。確かに、もうほん、おじいもハゲてるし、お父ちゃんもハゲてるし、お兄ちゃんもハゲてるんですよ。増えてない？それ何？それ今何？パーマ。え？パーマそれ。当ててんの？いや、パーマ当ててないっすよ。え？こんなパー、てんねやった、お前。丸々変えた？頭。丸かぶり？ま、なんか、おでこから上丸々変えた？誰かと。これはでもね、今年からなんですよ。こと変えた？今年から変えてないです。メーカーを変えた。今年から、なんかね、今一番長いのよ、人生で。こんなに長いのなかったんですけど、長くしたら、うねうねうねってなってきて、みんなに言われるんですけど、パーマ当てましたって言われるんですけど。いや、ええねんけどね、そう、個人の自由やし、別に。うん、あの、植毛はしてないです。あの、ま、これはもう恥ずかしいですけど、うん、ハゲ治療薬は飲みました。あ、それを3ヶ月飲んだんですよ。それはすごい、ね、それだけ？それで。あれもでもさ、やめたらまた抜けちゃうとか言うけど。結局あれって女性ホルモン。ホルモンをちょっと入れたりするんで、すごい生えるって言われたんですけど、その、一回飲み出したらすっごい確かにちょっと生えてきたんですよ。あ、こんなにちょっとずつだけど生えてくるんやっていう、それの倍ぐらい乳首でかなったんですよ。恥ずかしいってなって。なんかあれ乳首。女性の。で、それを先生に言って、あ、そういうのも一応副作用であるかもしれないですねってなったから、一回今休憩してて。あ、じゃあ全然大丈夫な。乳首は戻ったの。乳首でかいもん。もう一回、無理な。風呂敷を畳むことは。まあそうですよ。乳首ちっちゃくならないでしょ。してないんですね、じゃあね。食毛はしてないです。それは、それ。はい、あ、僕。もしあれば。ああ。全然口頭で。あ、これ、聞きたいことというか、大悟の報告です。あ、はい。確かに、本前のこういう機会ないと報告できない。まあね、なかなか、はい、なんでそんな言うねんって学芸にもなるから、はい、そういうのあえて言ってる。はい。これから2年間か3年間、うん、僕がうまく喋れなくなります。相方が。とんでもないこと言ってる。とんでもないことや。これはもう、1ヶ月2ヶ月じゃなくて。2年から3年。だから41から。え？
はい、うまく喋れない。いや、大事な時期にこっからな。はい。そういう初耳ですか？昨日、歯医者行きましたら、はい。下の歯が、とんでもなく、しゃくれ上がってきてますと。ああ、上がってきてんねん。そう。食いしばりがすごすぎて、しゃくれ上がってきてるので、矯正器具を、つけますと。歯のね。それが、ソンジョソコラの矯正器具じゃない、もう、レクター博士みたいな、ガジャーンっていうやつの私、喋れんとかじゃない、もう外出れんやん。外は出ます。人前に出れん、あんなもんつけて。でもさ、しゃあない、レクター博士。ジャギ。2年ジャギでやんの。ヘルメットかぶる。2年ジャギでやんの。これは相方はジャギやと。千鳥のジャギ、うん、そうしないと。もう将来的に。僕、歯の食いしばり、寝てる時の。ああ、はい。寝てる時のストレスで。一緒。歯の食いしばりがすっごいんですよ。嫁もギギギギギギってずっと言ってるよっていうぐらい。激しいな。ぐらいぐーってなってる。で、僕、上の歯をセラミックに変えちゃってるんですよ。はいはいはい。綺麗にしようと思って、うん。そのセラミックがめっちゃ強い。下は自然の自分の歯っていうパワーバランスおかしくなって。こう、どんどん下の歯をぐーっと押しちゃってるから、テコの原理で、顎が上にニョイーンって上がってくるんですって。ああ。で、ノブさん3年後にこうなりますよって見せられた写真が、クシャおじさんの写真だったんですよ。いや、いいやん。それでいいやんか。ま、2年そんな邪気でおるんなら、数年後にクシャおじさんになった方が。クシャおじさんは耐えてるけど、俺は、このままいったら歯が全部後ろに倒れて、うん、もう全部なくなりますよって。下の歯が。下全滅？パタンって倒れて終了。上のみ。で、下を全部インプラントにしないとダメになりますよってなったんで、これはもうがっつりやりましょうって。あれ？歯の裏側につけるやつあるやん。もうね、前です。めっちゃ痛いんちゃう？めっちゃ痛い。痛いし寝られへんよ、それ。はい。これ前にギーってまずつけて、上の歯を。え？上の歯をまず1年間ぐらいギーってつけて、歯をちょっと出っ歯にするんですって。下出っ歯、うん、上出っ歯一回上出っ歯にもなるのじゃないと下のここに矯正器具をつけれないから。ああ。今、なるほどなるほど。かぶさっちゃってるから、下の歯につけるために上の歯を。いや、破医者じゃない？違うとこ行ってこいって。聞いたことないわ。あれ一回上出っ歯にして2年ジャギ。いや、言われましたもん。2年ジャギ。ほんまや。わしが天気のいい日に外歩かんとあかんやなれん。ゆっくり。ジャギやん。パチスロ北斗の拳のジャギステージやん。合格率じゃない。青空。一回なって、1年それで頑張って、次の1年は下の歯つけて。ほんまに喋りにくいって言ってたね。ご飯も。ですよね。そうそう、ご飯もね。そこまでしてやるかね。覚悟の上でね。覚悟、ごめんなさい。ちょっと3年は、まあまあ、一回見るわ、ジャギを。ジャギホルム見てからや。ジャギホルム見て。ジャギメットね。うん。ふけが強いとかになるらしい。まだそんなこと言うつもりなんか、ほんとに。いや、それはいいやろ。癖がすごいのはいいやろ。やんじやれとかね。ちょっと、ごめんなさい。これは仕方ない。切れ味がなくなる2年3年。はい。うん、になります、という。まあ、しょうがねえやな。うん。僕はないですか、でも別に。川島さんに昨日、結構喋ってますもんね。まあ、そうやね。プライベートでも。うんうんうん、なしでもいいです。いや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 。わし聞こうか、川島さん。あ、わかりました。じゃあ、大悟から。千鳥からにしましょう。あの折り紙まだ持ってます。何やねん、それ。何の折り紙やねん。あの折り紙どうしてます？なんかファンタジーなテーマですね。わしが、そうですね。川島さんの結婚式に行った時に、金がなかったから、祝儀袋に新幹線の中で折って入れた、あの星とか熊さんとかの折り紙。うん、どうします？どういうことですか？その、はい、ご祝儀でしょ？こんなにお世話になった、うん。まあ一番ね、千鳥とか、はい、ノンスタイルとかは一番近い。まあ後輩の関係やからやってて。入れたんよ。お金も入れたんやけど。お金も入れたよ。まあまあ、まあ短いから、結構後輩のに包んでくれるっていう人もいたし、うん、でも大悟からそのご祝儀いただいた時に、まあ、もうパンパンよ。はい、ご祝儀も、はいはい、内側から破裂するんちゃうかこれね、パンパンで大ごと。あ、すごい、ありがたい。金がない、金がない、川島さん、おごってください言ってたけど、はい、このためにずっと貯めててくれてたんやな、と思って。うわーと思って、これ結婚、少々披露宴の夜ですよ、はいはい。一個ずつ丁寧に開けてありがとうございます、つって。はい、大ごの祝儀袋だと、ほんま内側から折り紙がパーンって出てきて。手裏剣とか。熊のプーさん。手裏剣もう一回出てきたわ。いや、よう折れたな。ちっちゃい手裏剣と大きい手裏剣ね。伊賀のご祝儀。川島さんに、わしの方が先やったから結婚が。そうやね。時にもろうた祝儀の額を覚えてるから。うん、そうそう、あれしか。そらそらやったよ。そらすわな額をもらったのを覚えてるから、う
やっぱそれは当然そこまでの額は返さんとっていうか、そらそう入れんとって思って、なんぶどこの引き出し開けてもない金がどこも集めてもなくて、はい、どうにかかき集めたので、はい、その時の半分ぐらい。半分やったな。川島さんにもらった半分ぐらいしか入れれることがほんまにできんかって。どうしよう、あとの、ね、なんぼか。ってなった時に、ほんまに新大阪で折り紙買うて。ほんで、新幹線で折ったのよ。折ったのよ、折ったのよ。へー、なるほど、なるほど。で、その折り紙どうしてます、うん、っていう話。俺でも皆さんからいただいたご祝儀、そのまんま置いてるんですよ、まだ。へー、手つけてないんですよ。まあなんか、もう師匠ぐらい家買うとか、はい、なった時のためにそのまんま置いてある。だからその折り紙も多分同じ保存はしてますよ。あ、じゃああるんだ。金、手出してない？ありがたい話、まだ手出さずに。なるほど、なるほど。その時のために、まあ結婚式の披露宴とかは全部貯金自分の使いましたから。自分の貯金全部なくなりましたけど、はいはい、そっからまたお仕事頑張ってるから、まだ、その時のまま残って。じゃああるのはあるんですね。じゃああるんだ。折り紙ね。折り紙。折り紙あります。汚いんですよ、また折り紙が。手裏剣。手裏剣。なんか全部に黒い指紋がついてる。あれ拾ったんかな折り紙も。って。あれだからご祝儀の時バタバタするよな、お前は。山ちゃんもすごかったやろ？すごかった。あれどうしたん？山ちゃんが、大悟の結婚式に兄貴、つって。ほんまに兄弟やもん、ここは。そう、千鳥あんまり売れてない。山ちゃん激売れの時に結婚式わざわざバッと来てくれてな。うん、だから山田とは結婚式に飛行機で来て、うん、5分だけ結婚式に顔出してほしいのを来て、もう出て行って飛行機で帰って行ったんですよ。ほんまに。もう東京で忙しかったから。うわー、かっこいい。で、その時で50。え？ 50 万ですよ。山里？はい。もう十年、もっと前か。そんなに山ちゃんもな、そう、今ほど。単価が安いからし、忙しいけど、そんなに稼いでない、ね。そう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 。ほんまは。で、大悟も、いや、そんなお返しもでけへんけど、お前が結婚した時に倍にして。あ、なるほど。まあでも、返すわ、みたいな。山ちゃんが辞めずに続けられたも大悟のおかげっていう話もあるから。こともあるから。あ、そんじゃもう、逆はあったわけよ、この倍にして、そう、この間山ちゃん結婚したやん。うん。じゃあ、倍にして返したもん。じゃあもう100や。取ろうはほんまに100おいった、うん、え、そうなんや、そういってるやん、確変、まあだってその山ちゃんが結婚するからもう金がありましたから、はいはいはい、なるほど、ちゃんとそこがガンとやった、うん、そのちょい2年前の川島さんの時はそのなかった、数万もなかった、だからそのそのシステムで行くんならもうやっぱ有言実行してるわけや、うん、やったら川島さんに今ありがとうございます、期間は別にいいんだから、だからかっこいいのはその折り紙を、はい、その金額で買わしてくれませんか、ああ、かっこいい、いうのが一番良くない、それいいっすね。兄さんまだ持ってますか、持ってるんやったらあれ、子供が欲しい言うてるんですわ。ああ、かっこいいな。何万で買い取らせてください。ええー、よで、綺麗に終わる話よね。はい。川島さんの子供が今何歳、はい、?1 歳。4歳です。4歳です。遊ばしたってくれ、あれで。いらん。したね。何がかっこいいの、遊ばしたってくれよ。何がかっこいいの、あれで遊ばしたってください。金返せ。ください。金返せ。いいですということで、聞きたいことを聞こうのコーナーでした。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言、ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言、キリンの川島明です。ねえ、チテルの子です。はい、大悟です。ここからはこちらのコーナー、グッドスリープラボ。皆さん、いい睡眠できてますか？はい。ここ、グッドスリープラボは、最高の睡眠を研究する研究所。いい睡眠で、月曜日からスタートダッシュを決めてもらうために、毎週睡眠に関するトピックスやグッズなど、研究成果を紹介するコーナーです。番組にメールいただきました。ラジオネーム、ゾウ山下さん。ゾウ山下さん。秋になって深く眠れるようになったからなのか、先日寝坊して会社に遅刻してしまいました。上司に遅刻の理由を尋ねられ、思わず電車が遅れてと言ったら、本当かと詰められ、寝坊したことが白状、うん。最初から素直に寝坊したと話せばよかったなと後悔しました。うん、皆さんは遅刻した時どんな言い訳をしてきましたか？ノブ一発やってるもんね。僕はもうやりましたね。お正月の爆笑ヒットパレード。いや、もう本当に一番大事な時期ですよね。大事な時期に千鳥をブッキングしてくれた時に、大阪から東京に行かないといけないのに、うん、5時間遅刻しまして。うわ、怖い。あれはひどかったですね。だから僕がパッと朝起きて、え、やばっと思ってテレビつけたら、千鳥の出番1個前のハライチが漫才してたんです。怖ー。もう間に合うわけないっつって、で、携帯見たらもう
大悟やらマネージャーからもむちゃくちゃ入ってて、あれはきつかったっすね。意外と大悟が遅刻せんよな。そうです。まあ、ちょこちょこは大悟もまあ多いんですけど。いや、でもその、品川駅とかに、下半身全裸で出てきたとかはあるけど。はいはい、なんとかはたどり着く。なんとか来てはいる。下半身捕まってないわ。品川駅で全裸やったら。品川駅で、俺とヒロミさんがね、ロケ待ってたら大悟が、全然来ないな、つって、ベロベロで15分遅れてきて、ズヤズヤーン、つって、真冬なのに、上がダウン、マフラー、下が履いてなかったんですよ。ゼロでしょ。パンツ履いてるわ。下パンツだけで来たっていう。シルエットがハンプティダンプティみたいだって。来るのは来るんですよね。来るなんとかたどり着きます、ね。ボロボロの状態かもしれないけど、うん。どでかはやっちゃいましたね。だから忙しいお二人が最近ちょっと寝られてんのかなというところでございまして、うん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 、寝具にはこだわってますか？ちゃんとベッドで寝てんの大悟って。ちゃんと自分の家で寝てる？寝たりも寝てるよ。誰の枕使ってんの？ほんでいつも。確かにね、ずっと俺が上げたソファーで寝てたもんな。そう、一時期はノブからもらった革の、うん、赤っかい革のわしがちょうど入らんぐらいのサイズの、足が伸ばせない、伸ばせないのに寝て、何回かロケ出てた、ね、うん、そうそう、それになんかコートダウンかけて寝てましたね。だからもう仮眠みたいな状態で。ノブさんは？僕はでもちゃんとなんか買いましたね、うん、測ってもらって。オーダーメイドの。オーダーメイド、この体重だとこうですねみたいな。じゃあ枕はそんなこだわってない？寝違えるんすよ。お、首が。はい、そう、よくない。だからいい枕欲しいなとは。ありがとうございます。もらえるんですか？買ってきて。わしなんかももう全然変な枕してるわ。うん、これブレインスリープさんの枕でございます。へー、はい、ブレインスリープ、ブレインスリープの枕なんですけど、ほうほう、何これ。ちょっとまあ水で戻す前の白滝とか、本当だ本当だ、春雨みたいな感じなんですけど、はいはい、この感じが実はすごくいいという。へー、もう本当になんか空気だ。そうでしょ、スリートみたいでしょ。うんうん、ああ、そうそう、あ、じゃあブレインスリープマット、これブレインスリープマットレスなんですよ。マットもあるんだ、ブレインスリープは、はい、足の方がちょっと高くなってるんで、ちょっとまあノブさん、マットレスちょっといいですか？これほんまにでも皮とかにつけとったら皮エビとか取れそうやな、これ。あ、そういうんじゃないんですよ。ガサンって開けたら皮エビいっぱいこの中入って、うん、いやちょっと枕で殴るのやめてください。あの、そういう使い方推奨してないんで。思いっきり枕で殴ってる。わけのわからんこと言い出したよ、ごめんなさい。ここの間に皮エビが入ろうが言うとね、隙間に、ね、いっぱい隙間に、うん、しばらくつけとったら皮エビも取れる枕、うん。いや、ちょっともうやめてもらえ。修学旅行でも見たことないから、そんなほんまの殴り方。はい、じゃあノブさん寝て。失礼します。どう？あー、いいです。大丈夫か？柔らかい。これね、これ気ぃつけていただきたい。ほんとそのマットレスと枕で寝ちゃうと、うん、すぐ寝ちゃって変な寝言言っちゃうんですよ。だからほんとに気ぃつけてほしい。これ何やねん。なんか言いそうな顔してるな、あれ。あ、もうなんかでも、あ、なんか出るぞ。目がもうなんか言うぞ。信じきましたよ。なんか言うぞ。なんか、もう、海外行ったりする芸人が増えとるな。勝負するってことかな。海外で勝負する。旅行のことではないと思う。勝負する、海外でな。起きてください、ノブさん。はい、ノブ。ノブ起きて。寝とったといつの間に。あ、え？いや、すごいいいでしょ、それね。めちゃめちゃいいです。大悟寝てみ。大悟なんか寝ないと。大悟が寝ないと。僕はね、ちゃんと寝てる。確かに、わし、なんか大した枕使ってないから、日頃。うん。こういうのいいんかも。ああ、このマットがいいやん、もう。いつもね、ソファーとか寝てるって言うんだったら。危な、これすぐ切ってまうだろ。おい。ああ、もう寝れるわ。え、寝た？あ、もう寝ました。いや、秒殺なのよ、これ。めっちゃもう寝ました。あ、いびきかいてる。早。なんか言うか。ああ、ロブスターは食うとこないの。大悟起きて。大悟、大悟。何の夢見てんねん。どうしました？ロブスターは食うとこないのって言ってたぞ。マジか。確かにないけど。海外ではしゃいでロブスター頼んだけど、食うとこがなかった、あんまり。8000円くらいするの？もう8000円くらいするけど。雰囲気もやもんな。身が小指ぐらいしかなかったけど。気ぃつけよ。いや、変な夢。あれは気ぃつけてるね。ウルフギャングステーキでも気ぃつけよ。こちら枕ね、
お困りでしたらっていう話になってくるんですけど。はい、え、本当に試したいです。え、くれるんでか。いや、もらえます。ガラスの向こうのあの方々がスポンサーなんで。あ、それはな、ブレインスリープさんだったんですか。そうですよ。いや、あの本当に欲しいです。何を止まりよんの。いや、違う。じゃ、いろいろあるやん。いや4人分、4人分俺だけこんないいので。いや、だから俺は俺で買って、家族の分はノブの稼ぎで買ったらいいやん。もう送ってもらう方がええな。な、送ってもらおう。うん、今日だって、この後、持っていけねんから。まとめて、送ってくれた方がええわ、家に。だけどあの、これ1個いくらやと思ってるんですか、その枕。え、このなんか、送れ、家族分くれって言ってるけど、これ1個いくら、5,000円とか。5,000円、うん。ノブさんはこれでもやるんかな、枕す。まあ、今、1万円はします。1万円ぐらい。3万。ハリアマ。いや、するでしょうね。まあ、いいやつ今するもんな。あんなロブスターの夢見れるんすもん。うん、まあね。4セットやったら、12万。12万か、一家族。一家族。んで、こんなもん、待っても合わさんとあかんやろ。ほんまやな。これ8万ぐらいするんですよね。マットレスはね。な、は、はし、32? 枕とマットレス、8セット ?8 セット。100万よ。うん。でしょうね。うんじゃない。ぐらい行くか。まあまあ、そうか。現金で100でもいいし。帰れもう。くれるわけない。帰れもう。くれるわけない。いい加減にしろ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、以上、グッドスリープラボでした。川島明の寝言。ブレインスリーププレゼンツ、川島明の寝言、そろそろお別れの時間でございますが、こちらのコーナー行きましょう。今週の本望がんじり。前友達だらけ。何それ。今週の本望がんじ。今週の本望がんじ、TBS ラジオ。私の同期で山形県住みます芸人として活躍中、ソラシド本坊さんから送られてきた近況。はい。まあ、いつもは天心向かいの近況と戦わして、どっちが芸能界芸能活動してたかっていう感じなんですけど、ちょっと向かいさんいないんで、今回はもうチャンピオンとして本坊さんの近況を発表するんで、中からね、あの人、お二人は聞いてください。わかりました。いきます。10月30日、近所の子供たち用にハロウィンのお菓子を買った。その日の晩に全部食った。怖っ。ハロウィン当日は大月健二のメイクをした。が、イルスを使った。以上です。ありがとうございます。最高ですね。はい、本坊さんの山形の活動。大月健二さんのメイクはしたけど、なんかひびが入って。家からは出なかった。ちょっと恥ずかしかったみたいで。お菓子ももう作った。お菓子ももうないから。配れないし。ただひびを入れただけ。本坊さんを象徴するエピソードですね。気持ちは本当やりたいんですよね。そうなんです。優しさの塊ですから。だけど空腹には勝てないというか。全部なんかすごい、誰か作曲家がついたすごい歌詞書きそうですけどね。書きそう。ほんまに文学なんでね、やってることは。という今週の活動でした。面白い。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。宛先はすべて小文字で、寝言アットマーク tbs.co.jp、 寝言のスペルは negoto でございます。番組ホームページや公式ツイッターアカウントではスタジオの様子などの写真もアップしております、うん、そしてツイッター連動企画ですが、はい、先週ゲストにザズイが来てくれた時に行いました、どこ探してもいないやつのオマージュ企画、どこかに一人だけいそうなやつを募集いたします。うん、お題のテーマに沿った一人だけいそうなやつを考えてツイートしてください。今月募集中のテーマは戦国時代編。戦国時代に一人だけいそうなやつを考えて送ってください。ツイートする際にはハッシュタグ川島寝言、ハッシュタグ一人だけいそうなやつをお忘れなく。優秀なツイートをしてくれたリスナーには、言ってそうな寝言コーナーの MVP と同じく1ポイント差し上げます。5ポイントでブレインスリープさんの枕ゲットです。おー、すごい。締め切りは12月4日までとなっております。急いでください。ということで、千鳥たり今日はありがとうございました。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。マジでこれはちゃんと聞かしてもらおうな。チェックしてもらおうと、うん、これで何ほぼ丸々フル使い、ちょっとオーバーしてるから。まあまあ今のうちに収録やから、もしここ使わんといてくれってなればお答えしますけど、まあ、僕は大丈夫です。僕はあ、どこ使っていただいても。わかりました。じゃあ大悟さんもない。ああ、電話丸々。この言葉だけ残させてくれ。それだけでいいから、あっこも丸々じゃ。あっこの質問丸々じゃ。日曜日の7時のラジオで、そんなフレーズ聞いたことない。でも漢字やからな、電が。何を言うとん。お堅いやろ。何を言うとん。ママの前やし。
ママ生活必需品の電気の電、ね、ママのマだから、うん、電化製品のあの辺丸々いくぞ行くぞだから切り川島から大悟への質問はなかったですけどもご安心ください。そういうことですね、はい、いや俺でもあったよもうええほんまにおお前お前聞いたことあるんかラジオからいい加減していただいてまたぜひ遊びに来てください。はい、来週も私の寝言にお付き合いください。ここまでのお相手は麒麟の川島明とチラリのアブトン大悟でした。それでは皆さんグッドスリープグッドライフあちょっとうるさい